僕ライス大好きで。いや俺もう未だにここだけ見てないっすもん自分で。はい、こんなの見えっかって感じですよ。迎えてくださって本当にありがとうございました。時代が揺れている。でもやっぱライジンのファンは温かかったですね。そのライジンとかそういうの関係なく一つの試合としてみんな本当楽しみにしてくれる。禁断の遭遇から夢の決闘へ、 K ランク王者スケルが神童の前に立ちました。期待してくれたファン待たせてしまったと思うんで、6月は最高の果たし合い試合しましょう。ありがとうございました。まあ、あの4月でもともとキックを引退するはずだったんですけど、これやんなきゃ終われないよねって皆さん思いますよね。まあ僕から始めた物語なんで、僕はしっかり終わらせてやろうと思います。